さあ皆さんこんにちは、なおさんチャンネルです。はい、佐々木朗希選手が、はい、完全試合、そうなんです。そこを一回示さに、佐々木朗希の完全試合、あのでも完全試合って多分過去最高の出来じゃない？三振も13取って、そうそう、だから13は連続であって、で19個三振で危ないなんかアウト、例えば内野安打っぽいけどとか、ファインプレーみたいなんとか、なんかもう審判際どいのがとかみたいなんもなく、なんかもう本当に完璧な完全試合ってことですよね。そう、13連続ってすごない？すごいですよね。いやあれすごいよ、日本記録。でも世界見渡しても、はい、あのね、そう、多分ね13ってないと思うんですよ。そう、多分世界記録になってるかもしれないんですよ。だから13ね、2回の2アウトからなんだよね、あれ、はい、そうで、僕ね、多分前もチャンネルで佐々木朗希がそのもう少し長く投げるためにはとかいろいろこうね、コメントしてたと思うんですけど、あのね、最近のこの数試合見ても球数がそんなにいかない、はい、うん、あの心配してたのはやっぱりそう、球数が増えていくんであれば、まあコントロールに少しね、あの意識を置きながらみたいなところがあったので、少しそういったところも課題としてね、はい、持っていった方がいいよって話はしたんですよ、うん、ただ今回も105球完全試合ですよ、ね、いや105球で完全試合って、まあまあ置いといても105球の完投完封ですから、いや本当に、まあそれだけ佐々木の朗希のフォークボールがやっぱ鋭くね、フォークってもっと落差がね、うん、今まであったけど、うん、本当にあの140後半のフォークって、うん、ああなるんだみたいな、うん、140キロそこそこのフォークってね、メジャーのピッチャーとか、はい、まあ、もっと言えばイラブさんとかね、昔ね、140キロ台のフォークとありましたけど、140後半のフォークってあの沈み方するんですね。僕も、あ、これフォークかって、もうスプリットに近いけどフォークですよね。だってカコンと落ちて、幅ってそんなにないですけど、落差よりもあの鋭さっていうんですか、ああなるんだっていうのを見せてもらえて、僕も勉強になりました。でやっぱりそのみんなね、多分ネットニュースでもいろいろあったんですけど、ピッチャーだけじゃできない、ピッチャーだけじゃできない。でなんか今キャッチャー松川とかそのもっとっていうのね、あって、なんか有藤さんも怒ってたらしいよ、その日解説有藤さんで、ヒーローインタビューに佐々木朗希だけって、いやいや松川もでしょっていうのは、いやそれはすごいわかる、有藤さん本当にその通り、やっぱりバッテリーで、まあ、もちろん内野も含めて外野も含めて、しかも点取らなきゃ完成しないんで、まあ、チームとしてそのもちろん佐々木朗希の完璧な投球を支えた、まあ、女房役で一番先に出てくるのは松川、うん、で、まあ、打ってくれた打撃もそうだし、チーム一つでやっぱり一つその完全試合を成し遂げたっていうロッテ、素晴らしいじゃないですか。いやこういう表現しなきゃダメだと思います。守備ガチガチじゃないですか。いや、それこそ佐々木さんの藤岡、そう、あの藤岡選手、うん、だもうツイッターでガチガチやんけって、もう、もうガチガチやったね、もう揃ってましたもん、ね、うん、もう引いたもんね。いや、わかります、でもわかるよ、若干早急それ気味も、もう、もう、もうみんなが、お前ツッコミはしないけど、いやでも分かるよね、なんだろう、あの時の野手のその全員に聞いてほしい本音を、飛んでくんな、もう三振にしてって思ったかもしれない。ゴロなんてさ、フライ、ね、フライもでも硬くなるよね、でもよく守ったよね。だからやっぱりそのあんなプレッシャーなんてさ、味わうこと練習できないシチュエーションだからね、完全試合やってる時の何でもないショートゴロを同じできるかって、練習できないと思います。でもずっと受けてたのはフォークのサイン出してる松川だからね、
いつ来るんだワンバンが来たらどうしようもありながら、そう振り逃げもあるしって、あれ全部止めてるでしょ、まあ、全部やってるじゃないですか、キャッチしてるし。いやだからやっぱもっとね称賛すべき選手なんですよ。朗希はやっぱり160キロのまっすぐ投げていくとちょっとボールのね、あの軸がずれたりすると逆球もあるよ。でもそんなん別に全然気にする必要ないです。変化球しっかり腕振って低く来てれば全く問題ない。あそこまでの球投げている以上全く問題ない。もう一個だけですよ、怪我だけ。もうこの怪我だけなんで十分注意して1試合1試合投げていってほしいなと。もうこれだけです。もうこれだけ、自分は守っててもピッチャー返しとか、はい、フィールディングとか、うん、ベースとかいろんなところが来るんで、そういったものを含めてもうケアだけ、うんうん、で必ずもう一回、必ずっておかしいな、なんかもう一回やりそう。そうっすね、なんかねこれ1年に2回3回とかやったらすごいことよね。あのね、もう一回あるんじゃないかと思ってるから、まあ、ちょっと期待値を上げたあれだけど、うん、もう一回やりそうな気がする、うん、補足とすれば、27年前、ね、野田さんがマリーンズでマリーンスタジアムで当時のオリックスブルーウェーブですね、はい、で19奪三振マリーンズ打線やられました、ね、なんと27年前の4月ですよ、野田さんが19、ね、マリーンズ打線で今年の4月27年、四半世紀超えて佐々木朗希がオリックス、今はバファローズに対してなんと19奪三振を、しかも本拠地で完全試合のおまけ付きでやってしまうっていう、もうマリーンズのファンからしたらもうあの屈辱をありがとうございますと、27年経ってオリックスに対してね、まあそういったのも因果関係あるのか、こういったなんか野球ってストーリーがあるじゃないですか、うん、過去のあれで、あ、こうなってここでっていう、こういうのもなんかやっぱり野球のいいとこだな、うん、歴史だなみたいなのがあるんで、僕は好きです、うん、ね、こういうの大好きです、はい、清水さんも関東多いじゃないですか。関東ね、関東多いピッチャーですよね。関東多いか、あ、うん、多いピッチャーだと思うんですけど、はい、もう意識したこととか完全試合とかいいとこまで行ったとか、なんかそういうあるわ、はい、ありますでしょ。あるよ、はい、あのね、忘れもしない、はい、ほとんどそんな僕ヒットを打たれるピッチャーで、うん、投げたイニングよりもヒットの数が多いぐらいのピッチャーだから三振取れないし、でもね、なんとこんな僕にも名古屋ドームで、はい、交流戦のドラゴンズ戦争に、はい、完全試合をやってました、はい、やってましたっすよ、はい、でも僕の場合は こんなピッチャーなんで7回の2アウトまでです。6回3分の2までです、僕ができたのは。いや、すごいです。なんとその時にセンター前に打たれたのは今のドラゴンズの監督の立浪監督にセンター前を打たれて7回の2アウトにで完全試合が終わりました。そこまでしかできない男でした。はい、その7回2アウト時点ではちょっと意識はめっちゃ意識しました。僕はね、こんなことなんてもうほとんどないから、ええって自分でドキドキです。みんながでもその時強しなんてもう分かってても言うから、あいつはあれっすねみたいな、でも言うなよって言いながらもやっぱもうドキドキだけど、なんとか6回終わったらやっぱざわついてくれるんですよね、こんな僕が投げてても。で7回のワンアウト取って、1番バッターね、2アウト取って7回投げ切ったらもっとかなと思ったら、まあしょぼいね、そこでしかもヒット打たれて、またその完1点も取られて完封まで逃してしまうっていう、そこが僕が最長。ただこの話にもまたストーリーがありまして、その前のカードマリンスタジアムでドラゴンズと対戦した時、なんと川上憲伸9回2アウトまで完全試合です。へえ。で9回2アウト、あの時誰だったっけな、イースンヨプだったっけな、9回2アウトから渾身のまっすぐなのかちょっとツーシームなのか分かんないですけど、スンヨプホームランス。へえ。あの時の献身潔よかったなあ。いやもう逃げたって別にいいじゃん、完全試合だからノーヒットノーランっていうこともできるけど、あの時やっぱ男らしいね献身は。で、まあ、もちろん彼はその後も完投して、はい、その勝ち投手になってますけど、
それがあって同級生のね、あのスーパーエースの川上憲伸がやってて、その折り返しのカードやったんですよ。はい、なるほど。そういうのもあって、そんな僕はできるとは思ってないけど、あれよあれよと言ってたら、なんか言ってしまって、あれ俺もあるなんて、やっぱちょっとね、7回普通アウト。これ、まさにストーリーでもう一個あります。これ完全試合じゃないですけど、はい、清水さん。はい。2008年8月28日、ファイターズ戦。はいはい、はい。ノーヒットノーランですけど、これも、はい、7回、はい、2アウトまでノーヒットなんで、やっぱり打たれた。あーこのもう7回、6回で変えたんじゃないか、7回の、うん、やっぱ、ファイターズ戦。あるんだ。7回、2アウトまで行く男なんですね。意識しなかったって言ってましたからね、そんなにはね。うん、やっぱ意識しちゃうと、そう。うん、やっぱり意識はするよ。それを佐々木朗希が本当に意識してないんだったら、やっぱもうちょっと次元が、僕異次元ってよく言うんですけど、もうちょっと次元が違うです。もうあのとんでもないですよ、うん、はい、今回はですね、佐々木朗希の完全試合について、佐々木朗希投手のことをねちょっとこう語ってきましたけど、次回はそれのバッテリー松川捕手、このことについてもまた熱くね、しかもコアに話してますんで、ぜひ次回をお楽しみにしてください。今日はどうもありがとうございました。